もういいけど、パソコンとベッド置いとけばいいくない？はい、おはようございます。ヒロジーズ愉快な仲間たちの時間がやってまいりました。こんにちは、今日もまた湘南バイパスを、ママと一緒に走ります。今日は富士山、少し雲がかかっておりますが、めちゃくちゃいいアングルで映っております。まあ、ちょっと1日ここを通るたびに5分間の新湘南バイパスのドライブを、YouTube にアップしていきたいと思います。まあ暇な時にこの動画をご覧の方はぼーっと、この綺麗な景色の富士山を、眺めて何か考え事をするのもいいのではないでしょうか。それじゃあ今新湘南バイパスを通過しますので動画を回します。ちょっと、頭の方に雲がかかってて見にくかったですが、今日はちょっと雲かかってますが、そびえ立つように素晴らしい富士山が左側に映っております。まあ、何度も言いますが、この富士山の右側にずっと連なっているのが、丹沢連峰、まあ、箱根とかもね、あると思うんですが、そして一番右側、このちょっと一番突き出てるっていうんですかね、ここが大山になるのかな、多分ここが大山だと思います。今日はもう全部こういうふうに綺麗に山がそびえ立っております。まあせっかくね、こういう景色が毎日撮るところにあるっていうのは非常に癒される感じでいいですね。はい、再び左カーブ回ったところに富士山が見えてきます。で、昨日も言ったんですが、この道ちょっとトリッキーな道でして、もう少しすると左に大きくカーブするんですよ。そうするとなぜかこの間セカンドシートから撮影したんですけども、実は、まあ、急に右側に移動してるんですよね。まあ、これはなんかちょっと昔に新幹線で静岡あたりの景色からも、新幹線が左側の窓から見えた富士山が左右側になるなっていう現象がなんか起きるっていうのを聞いたことあるんですけど、まあそれと同じようなことだと思います。まあ多分これ今日すいません、運転席助手席から撮影しているんで、ここですね、ここが急に左にカーブしてるんですけども、この左カーブになるとさっき左側に映ってた富士山がだん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 右にずれていくんですね。もうこれ富士山が今アングルずっとこのまま固定してるんですけども、こちらの方にぐーっと右の方に寄ってくるんですよ。でもどん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 右の窓を隠れて、ここです、このポジションから、まあちょっと映せないんですが、ここのポイントです。ここのポイントだけ動画見てる方たちにちょっと興味のある方はやってみてください。こういう風にそうするとすごく面白い現象が起きると思います。今の先ほどの数十秒前の地点では、富士山が右側から左側に急に移り変わるトリックがあります。それは多分この左に急カーブのせいでそういう風になってるんではないかと思います。もう間もなくですね、もう5分経ちますんで、新湘南バイパス降りるところでございます。はい、もう西、茅ヶ崎西から平塚、今日はね、平塚の方に向かいますので、よろしくお願いいたします。はい、毎日天気のいい日、こうやって新湘南バイパスから、富士山を動画で撮影しますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、
チャンネル登録よろしくお願いいたします。